こんにちは、かくすけです。やっていきます。読んだですね。はい、前回ハロウィンがあったんだな。で、おもちゃの猫を作らないといけないっていうところか。そうかそうか。いろいろね、ここら辺、これね、仕立て屋のものが作れるようになったんだよね。毛糸2つとなんだ、右上のあれ何？あ、シルクか。シルクが足りないんだね。まあ別にできるようになったらっていうくらいでいいとして、ギルドマスター、あー、これはこれか。おしゃれな、これってなんだっけ。あー、どうしようかな。びっくりマークが書いてあるぞ。セージストーン、なんだ。霧がいっぱいあるな。そろそろ霧なくせないものかな。ちょっとマークをつけて、この辺の霧とかそろそろできていいと思うんだけど。7匹ぐらいはもう手に入れたもんね。ちょっと行ってみようかな。あっち側渡るのはどうやって行く感じだったっけ。こっち側からかな。あ、やった。たまたまの宝箱。あ、なんだ、お金か。そっち側から行けるかな。どうも。こういうギルドとかね、いろいろあるんだね。いや、いろんなギルドに入っていろんなクラフトができるようになると楽しいだろうな。よいしょ。はい、はい、はい。うわー、服装的に全然似合わないな、雑草刈りが。あ、そっち側行けないか。あ、宝箱だ。やった、ワイルドヘア。あ、髪型初めてかも。よいしょ。ここは登る、無理して登るなっていうこと？あ、植えられるぞ。まあ、いざとなればね、ワープで帰りましょう。こっち側って結構探索したっけな。お、あそこに人がいるぞ。話しかけたっけ。これら辺取って。いや、話しかけてない気がするな。交換おじさんか。5匹魚をくれたらいいものをあげます。分かった、ディップフィッシュ5匹なんかあげたような気もする。あ、古い王国のコインね。まあいいかな。何の役に立つのかあんまり知らないからな。いつかやる役に立つような気もするけど。残り22本結構いった気がする。木の枝を拾って、そっち側ってちゃんとよく見たっけ。この石の裏とか猫いそうじゃない。いないか。あ、いないんだね。残念でした。あんなところに、あ、草だった。なんかね、期待しちゃうんだよね、あれ光ってるのがあるとね。お、朝日が上がってきました。種どんどん植えていきます。よいしょ。よいしょ。オッ
り21本。なんだかんだであっという間にいけそうだね。あー、いい朝が、いい朝です。よいしょ、起立除去7、いけるよー。ピャン、これは何を立てるんだ。石の橋かな、多分。うん、吊り橋。あ、木、吊る。オッケー。できる。はい、かける。やったね、反対側に渡りましょう。よしよしよし。猫いないかい、この辺。カラスが鳴いている。そこハテナがあるぞ。ちょっと行ってみましょうか。スルボ取りつつ、なんだ石像。あ、え、個性を見せよ。衣服は個性をよく表す。新しい服を着る。うん、わかった。魔女の上着、カーディガン、新しいやつ。髪型は、お、こんな感じか似合わないな。あ、これならちょっとマシなんじゃない。これ、うん、この髪型ね。これ絶対間に合わないです。でしょう、でしょう。こっちの方がいいな。これでいいかい。あ、ちょっと、おお。あ、ちょっと待って、カーディガン着てたんだ。うん、ボロボロのズボン、これでいいかな。どうも。道は開かれた。あ、あ、そうなの。やったね。はい。あ、え、なに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 。え、どっか行けるの？道は開かれたって。ワープ？あ、え、まさか。え、どうも。お久しぶりです。私は両世界の架け橋のような存在。妖精の母であり、世界の調和を守る者。そなたと違い、この島のものは妖精が見えない。そなたには偉大な可能性が秘められている。妖精を見る者よ。え、これを全部開けていけばいいのかな。まさかだったな。せいぜいアイテムが手に入るくらいだと思ってたんだけど。あ、でも確かにやっぱりあれを使うことによって、まだ1箇所しか開けてないけど、何箇所か開けたら飛ぶことができるんでしょうね。開けておいてよかった。どこがどこのってよくわかん、覚えられなさそうな気がするけど。よし、お、久しぶりのカッツン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 。お、いいぞいいぞいいぞ。石炭がね、欲しいからね。あ、ここにも植えちゃって、ポイッと。うん。で、あー、楽しい、探索するの。まだ一番最初のステージなんだけどね。もう一番最初のステージだけど、ずっと走り回ってるよ。よいしょ。あ、こっちが石炭だったか。あれは鉄鉱石か。はいはいはい。うん、石炭出ないね。お、宝箱、気づかなかった。ギャラクシーシャンプー、はい、今ちょっとこの髪の色いい感じだからやめておこう。このね、ワイルドヘアに合ってる髪の色だから。よし。上の方にも霧があるからね。お、
祭りがあるからね。そっちにも行きたいな。うん、セーブされる。一日に何回かセーブされる時間っていうのがあるのかな。そこは行ったことあるかな。よいしょ、よし、いいぞ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 。こっから下はいいとして、びっくりマークがあるけど、あ、これお花持ってこいっていうやつか。なんか石とあの生き物ってすっごい似てるよね。なんか区別がつかないもん一瞬。ランタンをつける時間に。早いね、夜になるのね。あっという間だよ。こっち、あー、なんもないか。あ、これはハンマーですね。お、なんか洞窟があるじゃないか。よいしょよいしょ。なんかこういう洞窟に夜入ると恐怖を感じるけども、このゲームはね、特に戦闘とかないから安心して入れますね。こっちも特になくって、お、なんかハテナがいっぱいあるぞ。実は初めて来る地域、ここら辺って。あ、こっち側あんま探索してなかったんだね。オッケー、探索しましょう。結構ね、今までのところは十分探、ごめんね。ごめんね。うん、あげる草だもん。別に牧場に連れて帰るのは厳しいけど、それでも草ぐらいならプレゼントするよ。よいしょ。いいぞ。よいしょ。よいしょ。危ないぞ。まあ、自分で近寄らせてるんだけど。お、あんなところにも霧があるぞ。あー、もう12分ぐらいだ。早いね、時間が経つのは。お、看板がある。何か建てられるのかな？ここは？あ、農場？あ、作る作る。作る作る。え、ここにも作れるんだ。わー、結構立派な農場。ああ、そうかそうかそうか。地域ごとに作れるもんね。やったね。まだお手伝い屋さん一人も雇えてないんだけど。あと、そこにもなんか浮いてるし、気になるなー。くぅ、気になるなー。あ、そこにとりあえず植えよう。はい。うわー、不気味な大釜って何？真ん中にドデンと置いとこうか。えいや。うん、これで戻ってみる。何これ、何これ、これなんかいつの間にか出来上がるのかな、これ置いてるだけで。うん。どうしよっかな。住み込みの鍛冶屋さんもいないのに。あ、というか、建設、あ、あれ買わなきゃダメだもんね。とりあえずここは放置で。だけど、ここでワープポイントができたとも考えられるよね。ありがたいね。あ、これ壊せないか。そうかそうか。お？あ、木の枝ね。よいしょ。あそこ行きたいな。あー、楽しい。新しいところって楽しい。猫ちゃんはいない。あっちもあっちで、うわー、いろいろある。とりあえず海沿いにね、進んでいこう。よいしょ。さっきのやつを建てたことによって木がね、ちょっと足りなくなってきてるような気がするから、たまには木を切るのもいいのかね。
猫ポイント？違うな。違うな。うん。うん、あっち側に降りてみよう、とりあえず。あそこの光ってるとこ。なんだ？これもなんかワープゾーンっぽい雰囲気があるけど。乗る。あれ？あ、月のマークが書いてあるな。なんだこれは。しばらく待ってみようかな。月のマークが書いてあるから。いや、今ちょうど降りてきちゃった。ひょっとして夜の間だけ上に登ってるとかないかな。ちょっと離れてみよう。いや、そういう感じかもしれないね。たまたま私が来た時に降りてきただけで、別に私が先に乗っておかないといけないのかもしれないね。まあ浮いたままだったらどうせ乗れなかったからね。うん、後で来よう。じゃあ今日はここら辺でゆっくりのんびり探索でもしておこうかな。夜が近づいてきたらこっち側に戻ってくる感じで、とか言いつつ多分忘れて次の日あたりに気づくんだよね。あ、そういえば言ってないってね。壊せる？うん、壊せるね。おっしゃ。ここは何の洞窟かい？よいしょ。お、あ、こんなところに住んでる人が。これちょっと釣りしていきたいね、この洞窟。なんか特別な魚が釣れるんじゃない？人様の樽をどんどん壊していく。なんだい？あなた。肥料。あー、わ、あのコイン必要なんだ。ちょっと肥料はまあまあ予想できるからね、ある程度。この時計のマークは多分待ち時間っていうことでしょうね。来い来い。あれ、来い来い。よいしょ。あ、ちっちゃい方が来たの。嘘、絶対大きい方が来たと思ってたのに。ディープフィッシュでしょ、ほら。大きいのだよ、欲しいのは。お、来た。来い来い。じらすなー、ディープフィッシュがまた来る。よし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 。まずい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 、うまくいかない。やっぱ、大物は強いな。お、結構来てるぞ。近づいてきてる。見えない。この場所見えづらい。あ、あ、見えない。おっしゃ、ナックルフィッシュ。ナックルフィッシュか、見たことあったな。ナックルフィッシュってこんな強かったっけ。最初の釣りのボス的なやつだったけど。よいしょ、いいぞ、いい、よっこいしょ。ナックルフィッシュかな。うんだね、そんな悲しそうな音鳴らさないで。魚はね、釣れ、あ、丸っこいの初めてじゃないこれ。あ、君も丸っこいね。お、これは釣りたい。絶対初めてでしょ。魚型じゃないもん、ナマコとかじゃない。ナマコ。ナマコこんな暴れないだろうけどね。よいしょ。あ、あ、失敗したくない。でもすっごいのんびりした泳ぎ方。ラッキーブロンズフィッシュ。へえ。なんか釣ったことあるような気がするけど。あんな丸っこいの釣ったことあったっけな。
ディピフィッシュかい君は。意外と新しい魚ちゃんだったり。はい、ディピフィッシュか。あと一回、あと一回釣って終わろう。まあ、珍しい魚ってのはこんなんじゃ釣れないだろうからね。ただディプフィッシュでしょ、ディプフィッシュでしょ。細長いあなた、よし、よいしょ。なんか光ってるように見えたけど、それは場所の関係、特別な魚だったりしないかな。よいしょナックルフィッシュか。うん、諦めです。よいしょ、いいよ。石炭、大きいの束か。あ、もうこんな時間になってきてる。そっち、そっちに行くよ。そっちに行って乗ってじっとしとく。よいしょ、これどうだ。やったね、ちょうどいい。夜になる前に釣りをやめてよかった。どうかな。でも浮いたところで何をできるかっていう感じだよね。それに本当に夜になると浮くのかもわからない。ものは試しですね。こうやって試せるってだけでもね、いいことだよ。月あんな綺麗だったんだね。あんまり月とかちゃんとこのゲームで見てなかったけど、なんかあー、やった、当たっていたぞ。なんかすっごいささやき声が。鳴き声が聞こえるんだけど、何もできないかな。なんだろう、なんだろう。何もできないのかな。アイテムが必要とかあるかもしれないね。もうちょっと待ってみよう。ここで綺麗な月だ。なんか周り土星みたいな輪っかがありますね。よいしょ、はい、よいしょよいしょ。暑いぞ。あー、いいなー、星空。こういう機会がないとね、こんなじっくり空をさ、じーっと見たりとかないからね。うわ、落ちかけているじゃないか、いつの間にか。なんかあると思うんだけどなー。なんか喋ってるもん。うん、でも飛び降りる。飛び降りることに何か意味がある可能性も。むしろこっち側か。あ、やったー、よかった、飛び降りて。ん、別の場所に出てきた。はー、別の場所に出てくるんだ。もうちょっとさっきのところ探索したいんだけど。戻りまーす戻りまーす。そういうことね。浮いてる方にばっかり意識を取られてたけど、逆に下の方がワープゾーンになってたんだね。しょ、なんだろうね、妖精の出入り口みたいな、そんな感じなのかな。まあ今はね、こっちの方探索したいから、またあっち側にワープとかしたい時に使いましょうか。あー、もうあと、もうこんな時間だ、早いな。よいしょ、宝箱発見。オーシャンシャンプー、うん、前もしたな。お、
こんなところに。よいしょ。この先っぽからさ、釣りとかさ。いいねいいね、このゲーム満喫してる感じする。なんか釣れない？夜限定の、ディップフィッシュかな。よいしょ。ディップフィッシュだ。夜限定の何かとか釣れないかな。あなたディップフィッシュでしょ。他の子、あなたのディップフィッシュでしょ。そやっと、もうちょっと、もうちょっと面白い子、もうちょっと面白い子出てこない。あ、わーい。そんなこと言ってたら雨が降ってきた。あれ、ディップフィッシュばっかりだな。あ、うわー、これ欲しい。でもディップフィッシュというあれがいっぱいいる。邪魔者がいっぱいいるぞ。あ、やめてやめて、あなた来なくて、あなた来ないで。はいはい、あなた、あなた、あー、あー、やだやだ、来ないで。ディップフィッシュ、あなたです、あなたです、あなたです。違うんです、あなたじゃない。あ、やだ、あー、欲しかった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 。もう一回、もう一回、もう一回、この釣りが終わったら今回の動画終わるつもりだったけど、今これ雷雨限定じゃない。さっきのが欲しい。君も大きいけどディップフィッシュはいらない。さっきのが欲しい。欲しかった、欲しかった。これくらいで妥協しとくか、とりあえず増えすぎる前に。うわー、今雷雨だけでしか釣れない魚とかも出てるでしょ、きっと。もうしばらく釣りして今回終わりますね。うわー、さっきの欲しかったー。あ、ラッキーシルバーフィッシュ、いいぞ。はー、すっごい大物だったよー。あれ、かかったとして私のこの力量で釣れるかもわかんないけどね。大きいの濃い。いやー、もうディップフィッシュのせいでいなくなるのがあればいいんだけどね。いなくならない。来た来た。君どっちを向いてるんだい、あなた。今だ今だ。うわー、もう一匹来た。え、ディップフィッシュは来るな、ディップフィッシュは来るな。うわー、いっぱい来た。うわー、釣れ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 。腐らないとかあるんだね。ラッキーブロンズフィッシュ、幸運をもたらす、ラッキーに違いない。うんふんふん、堂々とした。ここら辺結構適当なんだな。この500年間捕まえたものは誰もいない。捕まえちゃった、やったー。あ、意外と魚の種類って少ないんですね。17分の11かも。あ、夜明け時のみだったんだね、幼魚って。やったねー。いや、今回はもう大満足。あっあちゃー大満足です。それでは今回はこれで終わりますね。ご視聴ありがとうございました。